はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強のアクセサリーを作りたいと思います。近接アタッカー用の最強アクセサリーですね。必要なものが、これ、です。おまとめ袋を見てください。伝説の三悪魔コイン、そしてアトラスコイン、これが必要になります。一つのアクセサリーを作るのに、伝説の悪魔コインが4つ、そしてアトラスコインが4つ必要です。かなり必要だよね。まあ、とりあえず、アトラス、そして伝説の三悪魔、倒してアイテムを入手しましょう。アトラスイーソーリャンマッキントッシュ。この伝説の三悪魔がめんどくさいんすよね。アトラスはね、めちゃくちゃ簡単にいけるんですけど、このね、三悪魔が、もうとにかく時間がかかって嫌だなぁ。なんかね、サクッと倒す方法があればいいんですけども、まあないよね。自分たちを強化していくぐらいしか、やり方はないんじゃないかなぁ。はい、行った。次。よし、最後、バラモスブロス。おーし、オッケー。はい、15手。まあまあだね。中世の超か。はい。では、あと4回ぐらいしなきゃいけないかな。それでは、ボスも倒してアイテムを集め終わりました。そうしたら、ここですね。ベリナード城下町。はい。まあまあご存知の方も多いでしょう。それのここですね。ちょうど真ん中あたり、アクセサリー屋さんがあります。で、ここの店員さんの横にいるこのギャル風のこの子に話しかけて合成をするんですよね。まずはバトルチョーカーを合成していきましょう。あのね、伝承をつけるには、その伝承に必要なアイテムを、プラス3にしないといけないらしいのよ。なので、かなりアイテムが必要になります。はい、バトルチョーカーがプラス1になりました。で、これを3までしていきましょう。結構時間かかるなぁ。バトルチョーカー、すべてプラス3にしました。では、元となる中性のチョーカー、これもプラス3にしていきましょう。はい。完成ですね。中性のチョーカーもバトルチョーカーもプラス3にしました。で、中性のチョーカーの付けられる伝承効果、これにね、HP プラス2と攻撃力プラス5があるんですよね。で、おそらく、バトルチョーカーの合成効果、攻撃力5と、最大 HP 2をつけれるんですけども、これを多くつけた方が伝承されるっていうことではないでしょうか。おそらくね、多分そうだと思うんだけども。では、伝承していきましょう。バトルチョーカー。なら、伝承で攻撃力5がさらにつきますね。はい、いきまーす。これ失敗することってないよね。できたーって言って、ガーって言えるから、結構レアなこと？いや、違うよね。さすがにオフラインで、失敗とかはないじゃない？ネトゲとかだったらこういうの結構失敗するんだけど、オフラインで 100% でしょ、成功率は。間違いないと思います。はい、あと1個ですね。中性のチョーカーとバトルチョーカーをつけていきましょう。1回つけるのに900ゴールドかかります。まあ、そんなにかからないよね。はい、出来上がり。これで全部なりましたね。はい。中性のチョーカープラス4。これなんと、
攻撃力がプラス30です。すごいよね。プラス30攻撃力が上がります。これ仮に HP にした場合は あんまりだな、プラス11。これは攻撃力で特化させた方が良さそうですね。はい、まあ、とりあえず中性のチョーカーを3つ作ってます。これはもうちょっと作りたいところかな。で、この魔王のネックレス、これも最強のアクセサリーなんだけども、これはね、伝承がつけられないんだよね。これの下の装備がないので伝承効果っていうのはなさそうです。でもこれすごいよ。攻撃魔力が伝承なしで40上がるんだからね。これを2つ装備すれば80。とんでもない威力ですよ。はい、ということで今日は最強のアクセサリー、近接のアタッカー用のやつですね、作りました。1個作るのに結構時間かかります。20分、いや、そうね、20分から30分ぐらいかかると思いますけども、まあ強いので作ってみてください。今のところこれが間違いなく最強のアクセサリーだと思います。まあ場所によっては耐性をつけていった方がいいところもあるんだけども、まあ今現状ではゴリ押しでいった方が早く倒せると思うので、これが今のところはおすすめです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。